こんにちは。いつもいい人止まりで、なかなか恋愛に発展しないことに悩んでいませんか？すぐに仲良くなって一緒に出かけたり相談されたりと距離は近づくものの、結局その人は他の男性と付き合うことになっていたなんてことはないでしょうか？いい人というのは女性にも男性にも好かれ人徳があります。しかし恋愛ではいい人なだけでは女性の心を動かすことは難しいです。なぜなら異性として意識されていない可能性があるから。真面目で優しい男性が好みだという女性でも、その中に異性を意識するポイントがなければ振り向かせることは困難です。女性にいい人と言われてしまい、なかなか恋愛に発展できない人はこの動画を見て勉強してみましょう。いいと思ったらコメントしてくださいね。1、自分の意見をはっきり伝える。いい人と言われてしまう男性の多くはイエスマンの傾向があります。誰かに頼まれ事をされても断ることができないタイプで、つい引き受けて大変になってしまうことが多いんです。特に女性からの頼まれ事は断れないため、女性にとっては便利な人という存在になってしまいます。またイエスマンは自分の意思がない人だと思われてしまい、頼りがいがないと思われてしまいます。人の意見を受け入れることは悪いことではありませんが、必要な時は自分の意見をはっきり伝えることを意識しましょう。自分の意思を主張する男性だけがモテるというわけではありません。真面目ないい人は人の意見を受け入れることができる優しさがあり、プラスの面として見られることもあります。しかしそれだけでは異性としての魅力に欠けてしまうので、必要に応じて自分の意思をはっきり言うようにしましょう。2、嫌われることを恐れない。女性に嫌われたくないという気持ちが強い男性はイエスマンと同じように女性に逆らわず意見を合わせる傾向があります。一見女性に好かれるような気がしますが、恋愛対象という観点では大間違いです。何を言ってもいいことしか言わない男性だと女性は信用することができません。本心が見えず実際何を考えているのかわからないからです。女性によく思われたい、嫌われたくないなら嫌われることを恐れないこと。付き合っていく中で意見がぶつかることもあれば喧嘩をすることもありますよね。お互いが自分の意見をぶつけ合うことでお互いの魅力を感じていくんです。例えば女性と買い物に行った時、意見を求められることがありますよね。どっちの色が似合う、どの形がいいかなど。そんな時はっきりと意見を言う男性だと、女性は自分にしっかり向き合ってくれていると感じます。逆に優柔不断で女性の顔色を伺いながら意見をする男性には魅力を感じません。嫌われたくないことが見え見えだからです。女性に自分の思いを言って嫌われることもあるかもしれません。しかし意見を言い合うことで嫌われるのはよっぽどのことです。普段から正直に向き合っていれば意見が違うことは普通になります。嫌われないためにではなく、好かれるためにはどうするかという考え方に切り替えること。恐れていたら嫌われることはないけど特別な存在にはなれないと覚えておきましょう。3、大人の余裕を持つ。自信がないためにいい人を演じている人もいますよね。いい人ではなく思い切って余裕ある男性を演じてみませんか？自分は自信がないから余裕を持つなんて無理だと思う人は演じてみればいいんです。真面目な人を演じられるなら余裕がある男性になりきることだって簡単。最初は演技でもいつの間にか余裕のある男性になることだって可能です。実際大人の余裕を持っている男性は女性に好印象を与えます。男性から見ても余裕がある男性ってかっこいいと思いませんか？誰にも媚びずに自分の意見を持ち、どんな状況でも焦るようなことがなく落ち着いているような男性です。自分をしっかり持っていて自分を信用している落ち着きを感じさせます。女性はそんな余裕がある男性に異性としての魅力を大いに感じるもの。嫌われても構わない信念の強さは確かに素敵ですよね。大人の余裕を持つためにはまず真面目ないい人をやめること。なぜなら人の顔色を伺って自分の意思を潰して行動しているようでは余裕を持つことはできないからです。まずは余裕を持つ男性を観察し真似してみることからでも構いません。自分を信じて勇気を出していい人の着ぐるみを脱いでしまいましょう。4、女性に対しての思い込みをやめる。恋愛や女性に対して幻想を抱いているなら今すぐやめましょう。女性は繊細で傷つきやすく儚さがあるものなどと考えているなら、すぐに現実に目を向けなければいけません。
なぜなら女性に対する思い込みが強いほど女性を確実に手に入れたいと熱望してしまうからです。そのためいい人として行動しながらも必死感が見え見えになってしまい、女性からしたら重いと感じてしまうこともあります。彼女と付き合えたらバラ色のような人生が待っていると思い込み、付き合うために媚びても残念ながら作戦ミス。女性は男性が自分に媚びていると感じた瞬間、恋愛対象から外してしまうことがあります。追われることが好きであっても媚びるような追われ方は好みません。その時点でいい人止まりの男性になってしまいます。まずは女性に対する幻想を捨てること。確かに素敵な女性に対して様々な幻想を抱くことはあるでしょう。しかし一旦現実的に考えてみましょう。いくら素敵な女性でもいい面もあれば悪い面もあることを理解します。例えば美人でスタイルが良く優しい女性だけどおっちょこちょいでミスが多いなど、冷静に好きな女性のことを分析してみるんです。冷静に女性を理解することができれば雲の上の人ではなくなり、変な幻想を抱かなくなります。そしてどうしても付き合いたいという媚びた印象をなくすためには、好きな女性と付き合っても付き合わなくても自分の人生は変わらないと考えましょう。彼女と付き合わなかったら自分の人生は終わりなんてことを思わなければ、媚びるような態度もする必要がないですよね。女性に対する変な幻想を抱いていい人のふりをして媚びることはすぐにやめましょう。5、積極性を持つ。確実に好きな女性をゲットできる男性というのはいい人という印象はないと思っても過言ではありません。女性を絶対に口説くと目標を持って半ば強引に誘ったり口説いたりすることが多いからです。一方、女性が言ういい人というのは安全な男として捉えられていることもあります。一緒に出かけても絶対に何もしない相手というレッテルを貼られているかもしれません。いい人というのは安全で無害な男性という存在でもあるんです。もちろん一般的な状況で考えれば常識的なことですが、女性に気があるのにもかかわらず何度デートを重ねても何もしないというのはただのいい人に。好きな女性とデートのチャンスにこぎつけたのなら必ず目標を持つことが大事です。振られることを恐れて何も行動しなければいつまで経ってもいい人で終わってしまいます。今回のデートで絶対に彼女を落とすと決めて積極的に動くようにしましょう。女性が自分を異性として意識できるようにするために男性らしい行動を取ること、自然にそういう行動を取れれば安全でいい人から抜け出すチャンス。しかし女性のペースは気にしてあげる余裕を持つことが必要です。男らしさを感じさせる素敵なセリフを考え、気遣う余裕を見せれば効果的。デートする前に目標を決めて積極的な行動を心がけるようにしましょう。いかがでしたでしょうか。女性が恋愛対象として見るか見ないかというのは異性を感じさせるかどうか。いい人止まりの男性はそれが問題なんです。いい人をやめることでモテる男性を目指せます。女性に嫌われたくない、どうしても受け身の性格などいい人を演じてしまう理由は様々です。もちろんいい人だから絶対にモテないというわけではありませんが、モテる可能性は低くなります。優しさや真面目さは長所でもあるので、さらにモテるためにはいい人を卒業することです。気になる女性の恋愛対象になるためにいい人をやめて素敵な恋愛を目指しましょう。最後までご視聴ありがとうございました。動画が気に入っていただけましたらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。